こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、今日は、しょうもない話っていうか、ふとね、ハトクマが思ってることなんですけど、最近ずっとね、東京プロの話するじゃないですか。日本人がね、誰々出るよとか、楽しみだねとか、あとはアンドレ・ファーガソンがね、出るかもしれないっていうので、昨日とかもその話して、最近その東京プロ関連がすごい増えてると思うんですけど、ふと思ったのは、今って日本人結構な数多分出ると思うんですよって、ハトクマは言ってるんだけど、出るって表明してる人って誰いたっけって、で、まだ出るか出ないか分かんない人って誰だっけって思ったので、それの話です。コメントとかでね、ぜひ皆様、この人実は出るって言ってるよって、ハトクマ見逃してんぜ、みたいな、ところがあれば、コメント書いていただければと思いますと。で、おそらく、もう表明されている人の話をね、先にさらっと、名前だけ言っておくと、エドワード加藤さん、カネキンさん、佐藤翔吾さんも発表されて、で、ファルークさんが発表されて、で、ジンさんが動画で出ると発表されましたよね。で、この時点で5人なわけですよ。で、あと残りの日本人のね、プロ、誰がいるかっていうと、湯浅さん、広川さん、竹本さん、田口さん、この4名かなって、思います。長谷川さんは、すでにプロカードの更新をやめられているので、大会には出れないと考えると、この4名なわけですよ。あとは、日本でプロになったっていうところで追加すると、ホンソンさん、あとはスティーブンさんもいらっしゃいますね。ただ、スティーブンさんに関しては、インスタグラムで7月16かな、に行われる予定のアトランタプロ、ここに、出るというふうに言われてました。アナボリックスペースさんがね、なんかコメントされていて、それにアトランタって返信されていたので、多分それなんだと思うんですけど、なので、東京プロに出るか出ないかわからないけど、とりあえず、アトランタに出ますと。で、ホンソンさんはわかりません。今も日本でね、活動されていて、減量に入っていくのかわかりませんが、でも東京プロに出る可能性は高いとは思います。やっぱ日本でやる大会だからね。で、湯浅さんと広川さん。広川さんに関しては、最近の投稿で、そろそろ減量に入るみたいなコメントをされていたので、時期的にも東京プロに出る可能性は高いのかなと。湯浅さんは、なんか出るみたいなね、話をね、聞いたか見た気がするんですよね。それで、ハトクマは、湯浅さんって今年のオリンピアももう決めてるんですよ。他の人が優勝してね、オリンピア決めてほしいなとかも思うから、湯浅さんも出るのか、みたいな。でも見たいし、いいんだけど、みたいな、歯がゆいな、みたいな話をね、動画でもした気もするし、なんか勝手に思った気がするんで、出ると、勝手に、仮定しましょうとなると、田口さんと竹本さんですね。で、田口さんに関しても、アナボリックスペースさんの動画かなんかで、なんかインタビューされてるやつで、ジャパンプロか東京プロに、出ようかな、みたいな話をされてたんですよね。って考えると、8月か11月には出ると。ただ、田口純平さんに関しては、ナチュラルアスリートと公言されていますが、めちゃくちゃね、綺麗な体をしてるんですよ。サーフパンツの似合う体をされている、顔もイケメンだしね。ただ、今のメンズフィジークのプロの大会で見ると、やっぱり筋肉量っていうところがどうしても足らないところがあると。ところで、オフとかで増やしてきてるとは思うんですが、8月に出るのか、その3ヶ月後の11月に出るのか、この辺はまだはっきりしていないので、わからないと。で、竹本さんに関しては、怪我がちょっと続いていて、思うように筋トレはできなかったと。っていうところもありますと。で、減量するっていう話もまだ出てないと思うので、ここもわからないと。ただ、今年もプロの大会には出るんじゃないかなと思うので、竹本さんに関しても東京プロもしくは、ジャパンプロ、どちらかなのかなっていう気はしておりますと。ただここでね、この二人って日本人初のメンズフィジークプロなわけですよ。2018年にこうプロになって、うわ、ついに日本人からプロが誕生したと。湯浅さんとか、カネキンさんとかジンさんとか、特に湯浅さんなんかはずっとね、この一人で海外の大会にも出られてプロを狙っていた中で、最初は湯浅さんとかではなくて竹本さんと田口さんでしたみたいな感じで、初のプロなわけです。ってなるとやっぱね、見たいなって気持ちはあるんですよ、ハトクマやっぱり。近いうちにこう、両方で見たいななんてね、贅沢な話をすれば。ただこの辺はわかりませんと。もしね、この辺出るって言ってたよ、みたいなことがあれば、冒頭にも言いましたが、コメントに書いてもらえればと思います。ってことでね、東京プロ、最近よく話すんだけど、そういえばね、
まだ出るって表明してない人いるよね、普通にって思って、まあ今日ね、こうやって動画で喋ってます。あとは、これ今度東京プロから関係なくなるんですけど、個人的に楽しみなのは、アンドレイ・デイユ、ハニー・ランボットがね、教えているメンズフィジークプロです。昨年のオリンピアでは7位という順位に入りました。コーチ曰く、今から14週間後ぐらいの大会に、まあ、出るっぽいんだよね。で、それが何かというと、おそらくは7月末に行われるコロンビアプロという大会に出るんじゃないかと思います。もう1週間ぐらい早いとさ、カネキンさんが出るって言っているシカゴプロになるから、まあ、それはそれでそっちに出てくれたらめっちゃ面白いなって思うんだけど、コーチはハニー・ランボット、ジェレミー・ブエンディアを教えていました。なので、メンズフィジークの教えるその経験みたいなものは彼はめちゃくちゃ持ってるわけですよ。だって、そのジェレミー4連覇してるんだもん。まあ、アンドレ・ディーの弱点。腕とか肩とか背中のね、筋肉量っていうのは非常にあるんだけど、そこと比べると腹筋の溝がちょっとこう薄かったりとか、まあ胸のボリュームが腕とかと比べるとちょっとなかったりとか、まあ鳩熊的にそう感じるだけですけど、まあそういったところ今回のオフで、まあ弱点をどういう風に潰してきていて、また今回もバリバリ出ているのか、オリンピアを決めてないから、まあ早い段階でね、大会に出て優勝して、オリンピア決めちゃいたいところだと思うので、アンドレイ・デイユなんかもね、非常に注目なんじゃないかなと思います。ということで、まあ今日はね、まあ、鳩熊がふと思った話をさせていただいたんですけれども、皆さんの情報とかあれば、またコメントとかね、インスタの DM とかいただければ非常に助かります。ということで、今日の動画はここで終わろうと思います。よければ高評価、そして鳩熊チャンネルの登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイチャ。